安倍歌常まれに見る大号泣からのおにぎり。パクパクネット落ち着いてよかった子。言う人は強い柔道女子 52km 級でまさか。の2回戦敗退となった安倍歌が両親の元で。おにぎりを放っている姿がテレビカメラで。捉えられ SNS でファンが良かった元気。などとコメントを寄せた写真スタンドで涙。 する、安倍、河前列左を慰める、後列左から父。孔子さん、ボアさん、一郎さん、絶対王者として。望んだ今大会の二回戦で、技ありを奪い。ながらの逆転負け本人のショックはあまり。に大きく畳を降りた後も泣き崩れ、こちが。抱き抱えても、自分の足で立てない状態が。続いたその様子に、ファンも死の精神状態を。 心配していたしかし、客席の家族の元に戻。他師は少し落ち着いた様子何度か時折涙。を拭う仕草はあったもののパクパクと両親。から与えられたおにぎりを口に運んでいた。この様子を見たファンもほっと一。安心いっぱい泣いたらまずは食べようなき。ながら食べてるヤスちゃん可愛いい最悪の日。でもご飯はむしゃむしゃ。 食べるこういう人は強い落ち着いてよか。ったなどのコメントが SNS に寄せられてい。